オットーリリエンタール、オットーリリエンタール、オットーリリエンタール、1848年5月23日から1896年8月10日は、ドイツの初期航空工学、応用空気力学発展に貢献した、航空パイオニアの一人、ユダヤ系ドイツ人、およそ20年に及ぶ鳥の羽による飛行を研究した上で、ジョージ・ケイリーによる、 公安のハンググライダーを実際に作り小高い丘から飛行する無数の試験を行い、その詳細な記録を取ったことで知られる。このことから事実上ジョージ・ケイリーが確立した実験手法を引き継いだ功績を持つ。リリエンタールが滑空する様子を撮影した写真が雑誌や新聞に掲載され、飛行する機械が実用化される可能性について科学界や一般大衆へ認知させつつ、 好意的な考え方をするようになる下地を作ると、共に、ライト兄弟が歩む道を開いた先駆者の一人。プロイセン王国、ポメラニア地方のスウェーデンから移住した、ユダヤ系の中流の家に生まれた。両親は8人の子を設けたが、成人したのは、夫、マリーの3人だけである。夫を研ぐスタッフは、生涯にわたって様々なことを一緒に行った。 アンクラムの中等学校に学び、弟のグスタフ、1849年から1933年と共に鳥の飛び方を研究して、友人飛行の発案に魅了された。夫とグスタフは、外付けの飛行翼を製作したが、飛行に失敗した。その後2年間ポツダムの工業学校に通い、プロの設計技師になる前に、シュワルツコフ社で訓練を受けた。彼は、 その後父親の意思に反し、ベルリンの王立技術アカデミーへ参加するつもりだった。1867年、初期の空気力学の実験を開始したが、不屈戦争に従軍した時に中断した。様々な技術系の会社に技師として雇われ、最初に取得した特許は採掘機に関するものだった。ベイバー社に雇われ、彼は空気力学の系統的な実験を開始し、 アルプスの崖から飛び降りるために、オーストリアへ引っ越した。ドイツへ戻ると、1878年6月6日に、アグネス・フィッシャーと結婚し、その5年後には、ボイラーと蒸気機関を作る会社を設立した。1889年、オットーは、飛行技術の基礎としての鳥の飛翔、デア・ボーンエル・フラグ・ ALS、グランドリッチ・デア・フリー・ジカンストを出版した。妻は、 ピアノと声楽を学んでおり、リリエンタールもホルンを演奏し、テノールの良い声で歌った。結婚後は、ベルリンに住み、4人の子、オットー、アンナ、フリッツ、フリーダを設けた。初期には回転アーム、ワーリングアーム。風道とは逆に、静止した空気中で、翼模型を回転運動させる実験装置を利用して、また後には、自然風中で、 翼型の実験を行い、単なる板状の翼型をした平板翼よりも、翼弦の中央付近が膨らんだキャンバ翼の方が、高性能であることを示した。リリエンタール最大の貢献は、空気より重い機体での飛行を成し遂げたことである。ベルリン近郊に人工の丘を作り、そこや自然の丘から飛行実験を行った。特に、離能近辺の丘をよく使っていた。 1894年にアメリカで取得した特許ではパイロットが棒を握って操縦するハンググライダーを記している。パーシー・ピルチャーとリリエンタールの考案した操縦用フレームが今日のハンググライダーなどに活かされている。最初に作ったで1891年から飛行実験を開始し、弟グスタフと共に自分たちで設計したグライダーで2000回以上の飛行を行い、 1896年にグライダーの墜落で死亡した。総飛行時間は5時間だった。1891年の実験を開始した時点で飛行距離は約25メートル程度だった。丘の上から写真家に一番良いポジションで写真を撮る。用度なり、毎秒10メートルの向かい風の上昇気流を捉えて飛行した。1893年には、 リノーの丘で250メートルの飛行距離を達成している。この記録はその後自身も破ることができず、彼が亡くなるまで他の人々も破れなかった。リリエンタールは鳥、特にコウノトリカの飛行を正確に描写し、を使って翼の空気力学特性を表した。信頼できるデータを集めるため、多数の実験を行った。友人飛行実験を行ったのは6年ほどだが、 その間に単容器、オーニソプター、副容器など様々な機種を開発している。安定的飛行を達成するため、重量が均等に分散される、要注意深く設計していい。そして現代のハンググライダーのように、操縦者が体をずらして、重心を移動させることで操縦した。しかし操縦は難しく、失速しやすく、そこから回復させるのは難しかった。その原因の一つは、 現代のハンググライダーのように体を機体から吊り下げるのではなく、肩を翼に固定した点である。そのため動かせるのが下半身だけとなり、重心の移動が十分に行えなかった。リリエンタールは安定性を確保すべく様々なことを試しており、その成功の度合いは様々だった。翼を半分にして翼面積を維持する、服用機や蝶子外で連結された尾翼を持つ、 機体着陸時に翼を上げることで着陸しやすくしたなどがある。また鳥のように羽ばたく必要があると考え、羽ばたくための動力を備えたオーニソプターも開発しようとした。一方でリリエンタールは発明家としてキセルボイラー用の小型蒸気機関などを考案した。彼の蒸気機関は当時の小型蒸気機関の中でも安全性が高かった。その発明によって得た利益を。 飛行実験の資金としている。その発明をした頃弟グースタフはオーストラリアに住んでおり、1885年にグースタフが帰ってきてから空気力学や飛行の実験を行うように言った。生涯に25の特許を取得したことが知られている。最初に飛行訓練を行ったのはベルリン近郊の指定グリッツにあるメイヨヘという丘だった。 その丘の頂上に4メートルの高さの小屋を建て、10メートルの高さから飛び立てるようにした。小屋は、グライダーの保管場所としても使われた。1884年、自宅付近のリヒターフェルデにフリーチバーグ、飛行山の井と名付けた、円錐形の丘を築いた。綺麗な円錐型にしたことで、どの方向から風が吹いていても飛行実験できるように言った。高さは15メートルである。 飛行実験の際には常に見物客が集まった。1932年、ベルリンの建築家がその丘を再設計し、リリエンタールの記念碑に作り変えた。頂上には小さな寺院風の建築物が建てられており、わずかに傾斜した丸い屋根を複数の柱で支えている。その中央に有名な飛行の詳細を記した銀色の地球儀が置かれている。 没後36周年となる1932年8月10日に除幕式が行われ、弟グスタフと助手だったポール・ベイリックも出席した。リリエンタールの飛行実験はドイツだけでなく世界中で報道され、その写真が様々な出版物に掲載された。オットマール・アンシュッツといった初期の写真家やアメリカ人物理学者ロバート・ウィリアム・ウッドが リリエンタールの飛行実験の写真を撮影した。リリエンタールは航空振興協会の会員で、実験の詳細は同協会の開始サイトシュリフト FR ラフチフファートウントフィシックでアートマスフェアに定期的に掲載され、一般週刊誌プロメテウスにも掲載された。それらの翻訳がアメリカ、フランス、ロシアで出版されている。サミュエル・ラングレー、アメリカ、 ニコライ・ジュコーフスキー、ロシア、パーシー・ピルチャー、イギリス、ビルヘルム・クレス、オーストリアといった様々な人々が世界中から彼に会いに来た。ジュコーフスキーは、リリエンタールの飛行機会が航空分野で最も重要な発明だったと記している。他にもオクターブ・シャルートをはじめとする多くの航空パイオニアと会っている。1896年8月9日。 前の週末と同様リノ農の丘に向かった。その日はよく晴れていて、あまり暑くなかった。約摂氏20度。最初の飛行は、通常のグライダーを使い、約250メートルを飛行。四回目の飛行中に失速し、なんとか体勢を立て直そうとしたが失敗し、約15メートルの高さから墜落。助手のポール・ベイリックがリリエンタールを馬車に乗せて、家まで運び。 そこで医師の診察を受けた。第三期椎を損傷しており、間もなく意識不明となっている。同日、ベルリンまで列車で運ばれ、翌朝には当時ヨーロッパで最も手術がうまいと言われていたの診療所に運び込まれた。そして4時間後、事故発生から36時間後に死去。グスタフへの最後の言葉は、犠牲は払われなければならない、オーフ・アムソン・ゴブロックとワードンだった。 没後、リリエンタールの遺体は、ルリンの公共墓地に埋葬された。ベルリン・テーゲル空港は、オットー・リリエンタール空港とも呼ばれている。1889年に発行した、研究資料、実験記録、航空技術の基礎としての鳥の飛行には、自然風中での実験により得た、円骨翼のデータが含まれていた。ライト兄弟は、オクターブ・シャヌートの手を経て一部が英訳された。 この本を入手し、彼らがリリエンタールの表と呼んだ、この翼型データも利用して、1900年と1901年にグライダーを制作した。しかしながら、いずれも計算通りの十分な揚力が得られなかった。これは、以下のような点が原因だったとされる。夫自身も誤ったスミートン係数を使用しており、ライト兄弟もそれを根拠として使用したと思われるが、 計算過程で、その影響は打ち消されていたため、表の数値そのものは正しかった。ところが、はじめらいと兄弟はこれに気づかず、次第に、表の数値そのものを疑うようになり、結局、自分たちで、風洞実験を行って正しいスミートン係数を得た。ただし、彼らも後には、表が適用できる条件を正しく認識したようである。1909年9月、 オービルライトがドイツを訪れテンペルホーフ飛行場で飛行デモンストレーションを行った。その際にリリエンタールの未亡人を招待し、リリエンタールの功績に敬意を表し彼らへの影響を認めた。墜落死の直前期、リリエンタールが動力機の開発に取り掛かっていたことは有名である。しかし、彼が飛ばそうとしていたのが固定翼機ではなくオーニソプターの一種であったことは、 あまり知られいない。それは、炭酸ガスエンジン、圧縮空気エンジンを動力としていた。特許取得、1893年の後、1号機、1894年、と2号機、1896年が作られた。前車は2馬力の小型機で、後車はその大型カバン、翼面積20平方メートルであった。彼の死の事情を正確に言うと、有名な墜落が起きたのは号機で、 動力飛行を試みる前、エンジンを外した状態で滑空試験をしている最中のことであった。もしも1896年の墜落事故がなければ、人類初の動力飛行は、ライト兄弟の登場を待つことなく、リリエンタールによって成し遂げられていただろうという論調がかつては有力だった。しかし彼の動力機がオーニスオプターであったことから、 今日ではその考えは疑問視されている。むしろ、ライト兄弟が、リリエンタールの死をきっかけとして自ら飛行機開発に乗り出した。それが一発の動力飛行を早めたものと言えるかも、知れない。オットーの弟、グスタフ。彼は主に初期の頃、実験の協力者であったわ。オットーの死後、その後を継いで、オーニソプターの研究開発に取り組んだ。 グスタフは1933年に美容師するまで、それを継続したが、さしたる成果は得られなかったという。滑空機での顕著な功績を称え、1938年以降、国際航空連盟からリリエンタールメダルが授与される。リリエンタールは定期的に飛行、滑空の様子を写真家に撮影させていた。特にオットマール・アンシュッツが有名である。 1891年以降は、自らも、飛行の様子を撮影していた。彼の試験飛行を撮影した写真は少なくとも137点、あり、中には良質なものもある。すべての現存する写真は、オットーリリエンタールミュージアムのサイトで公開されている。ミュンヘンのドイツ博物館が保管していたネガは、第二次世界大戦中に破壊された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。